さあここでね、まあ、セーブしてないけどいいか、いっちゃうかこのまま。2度目の、闘技場です。闘技場、前回は闘技場デビューということでね、右も左もわからない私でしたが、今回はね、さすがに2回目となればね、そろそろ少しは結果も出せるかなって感じで、ちゃんと万全の状態で行きたいな。だからまあ装備品はこれで OK。 うん、鉢巻きとかした。それで体力も、あ、体力は中でできたんだ、確かな。どこだっけ、ここだな。ここなんか落ちてないか、ついでに。ないな、ここだ。集え、集お。前回はちょっとな、油断したという言うかな、うん、そういうことにしておいてくれ。水をちょっと、そっか、そういうことね。あーよし、あー行っちゃおう。これで言い訳しません。もうこれだけですから、もうね、マックスにほとんど近い状態ですから。はい、行きますよ。いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいました。うん、で、あ、150個になったけど、なんかあの商品配布ってのはなんだ。あー、こういうものに変えられるんだ。あ、そうすると白色の金属粉とかあるじゃん。100個、あ、1000個、褐色とか銀色。うわー、上には上があるなこれ。あー、きついわこれ。そっかそっか、こういうことはね、酔ってる気分じゃなくなる気分です。あー、確かな、クリアくなる。歩くと金が増えます。こっちの方がすごそうじゃない、15万だから。敵が巾着袋を落としやすくなると言います。まあこういうのもあるということで、まずは勝たなきゃね、話にならない。よーし、行ってるぜ。勝ち抜き戦、うん、ちなみに戦績4戦3勝1敗というものをね、散々たる結果に終わっちゃったんですけど、いきますよ。うん、坂の上のメンタル男っていうやつがまだ見てないんだが、うん、そうだね、 4人目で負けちゃったから。よし、さあ、そいつがやっぱり一番最後に来るんだな。強いのかな、じゃあ。うん、増上天元は4番目か。うん、あ、そうそう、でも白色の白色の金属粉がもらえるのか。よし、これはやるべきだな、じゃあ。よーし、リベンジですから、前回の。ね、不毛な地熱は不満像。そして全部銃でいきますからね、今度、今回は。銃で、疲れんだよな、これ、ただな。前回やったけどさ、面白いんだけどね、逃げ回るの。どっち向いてんだおい、どこだ、疲れるぞこれ本当に。この選択は正しかったのか。
あ、で林しんのすけとかってあの前回4回戦でできたちょっとトリッキーなやつですよね。こいつだ。必殺技ぶち当てたいな。あぶね。うわ。ちょっと。やばい。よし、どうだ。相手が振ってる子、今なら。バッチリだろ。いや、聞いたな。聞いた聞いた聞いた、よかったよかった。これ当たんなきゃ全くの無意味だから。こいつ強えもんな絶対。あ、これこいつ強え、絶対強えよ。よし、食らってる食らってる。しまった。どうだ。ちょっと攻撃してる時じゃないが、どうだ。よし、くれた。よしよーし、あぶねー。よーし、で8すかスケロクね。よし、いい調子で来てますよ。最後のやつがどれだけ強いか分かんないんでね、なるべくダメージを負わないように。今だ。これ食らったろ。よーし。なんか、うん、倒したっぽいね。うん、よーし。増上天狗、うん。ほとんどダメージなく来てますよ。いいペースですよ。どうだ。ちょっと正面だからこれ。よし、クラ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 。よし、やばい。よし、よし、来ましたね。よし、5回戦。こいつだよね、得体が知らないのは。どんなこいつがやつか。さあ決勝戦、決勝戦ですよ。斎藤はじめ、坂の上のメンタロウ、なんか金太郎のできそうな夢てる人ですねなんか成人して金太郎みたいな。ここに入れたかったんだよ、相手が撃ってる時に。あれ効いてるね。効いてないよこいつ。まあでも倒せるな、ね、ただこいつ一撃が結構強力だから、それだけ注意しないと。クソ、結構ついてきやがるこいつ。よし、うわ、やべやべ、フルスイングの中にモロに入ってっちゃった。よし。
よし、やっぱり2回目なんでね、行けましたね今回は。よーし、まあなんとかね、まああれだけ準備したんですから、これで負けたらちょっとって感じですからね、うん、心折れちゃいますから。よーし、まあ1回勝ったんでとりあえず今日はこれでね、時間がもう1時間近くになろうかということで、強化の時間とかかかったんでね、次回はちょっと次の闘技場行ってみようかな。